今日もですね、釣り行きました。一応ですね、今3時過ぎっていう感じなんですけれども、これからですね、まあいつも通り長くて9時頃まで、早かったらまあ6時、7時ぐらいまではやろうかなと思いますけれども、そんな感じで、はい。まあ、ふくらぎですね、釣れたら嬉しいなと思って、もちろんサクラマスいたらよりいいんですけれども、サクラマスとかですね、ふくらぎ釣れたら嬉しいなということで、今日もですね、やってみようと思います。前回はですね、何も当たりもなく釣れなかったので、今回ですね、釣れたら嬉しいですね。リールですね、新しくしたので、新しくしてから一匹釣れたら、魚ですね、動画でアップしたいなと思ってますので、これからですね、釣り始めようと思います。はい。こちらはですね、前にワイルドシーンのですね、クイックスナップとか、こちらスナップリング、そして針なんですけども、1週間前、10日ぐらい前に使った時ですね、ちょっとこの先の方錆びてますけれども、やっぱり100円ショップのものと比べるとですね、全然違いますね。スナップとか、クイックスナップ、スプリングス、こっちの方はですね、サビほとんどないですね。はい。こんな感じできっちり使いそうですので、はい、いいですね。針も、はい、いいと思います。まあ一応軽くですね、水洗いはしましたので、そのままっていう感じじゃないので、一応洗った方がいいかなとは思います。到着して早々だったんですけれども、このようにですね、カモメの糞が空から降ってきました。危なくですね、もう少しで当たるところでした。もしですね、あと30センチ50センチぐらい隣にいたら当たってたんじゃないかなというぐらい近くにですね、もういきなりバシャバシャってなんか音が聞こえてですね、はじめ一瞬雨がガッと降ってきたのかと思ったんですけど、周り見ても全然降ってる様子なかったので何かなと思って下見たらですね、このように鳥のカモメの糞でしたね。多分下にいるのが見えたのでこう狙ってですね、やってきたのかもしれませんね。とりあえず当たらなかったのでギリギリですね、当たらなくてよかったです。はい、7時ぐらいなんですけども、ほとんどですね釣れる気配なしでずっとやってました。ただですね、水面を見るとですね、ウグイみたいな、ボラみたいなですね、そんなのがたくさん泳いでます。で、あとですね、ジグですね、こう、追っかけてきた魚で、尻尾がちょっと黄色っぽいやついたので、サイズはですね、多分20センチちょっとぐらいですかね、っていう感じのやつが追っかけてきたので、もしかしたら、ふくらぎかなーなんて思ったりもしましたけれども、まあ、何回か追っかけてきましたけど、結局食いつかずっていう感じですね。で、ウグイの30センチ級か、まあ35センチぐらいのもですね、何回か追っかけてきてるんですけれども、それでもまあ、食いつきはしないという具合で、今のところですね、はい、それで終わりかなーっていう感じですね。一応、雨降ってきて、このままだとですね、もうあと1時間ぐらいできそうかなっていう感じなので、この弱雨ぐらいだったら、もうちょっとやる予定なんですけども、これ以上雨強くなったら今日はこの辺でですね、ちょっとやめようかなと思って考えてるところです。とりあえず雨降ってきたので、今休憩でですね、ちょっと様子見の状態です。はい。まあ魚は結構水面ですね、何回も大きい、結構大きめのやつも跳ねてるので、なんかいつもよりはですね、魚いるっていう感じなんですけども、周りの人もですね、ちょっと全然釣れてませんでしたね、ジギングの人はですね。はい。まあ、ここ3時間ぐらいの話ですけども、ですね、そんな感じでした。はい。今日はですね、雨がまた強くなってきましたので、この辺で終わることにしました。結局ですね、今日も一匹も釣れずということで終わりました。まあ、新しいリールですね、使っていてですね、前の、低価格帯のダイワのリールと比べてですね、全然、使い心地が違いますので、はい、結構ですね、快適にできるなっていうことで、今ですね、リールの方を楽しんでいるところです。
まだ2回目なので、あと何回かですね、釣りに来た時に、魚釣った時の感じをですね、どんな感じか今度ですね、試せたらいいなと思ってます。今日はですね、こんな感じで雨もちょっと強くなってきましたので、8時前ぐらいで終わることにしました。はい。また別の日に来ようと思います。